第2クォーターの開始、愛知ゴールデンウィングスの攻撃、自陣34ヤード地点よりフォースタート。さあ、これより第2クォーターに入ります。愛知フォースタン5パントフォーメーションを取ります。このパントはハーフフレー付近、いえむしろ自陣の40ヤード付近で外で出まして、この位置で攻守交代となります。愛知このパントで陣地挽回図りたいところでしたが、残念ながらこのパントによる回復はほとんどできませんでした。ファーストダウン、敵陣40ヤード地点よりファーストダウン。さあ、大阪ガス相手陣43ヤードからの攻撃に入ります。大阪ガススカックスファーストダウン10。パス成功。まず最初は左インターレシーバー11番にパスを投じ、確実に4ヤード獲得になりました。見事この仕事を果たしましたのはワイドレシーバー11番の平田です。パスをキャッチしたのはワイドレシーバー11番平田義則選手。3ヤードのゲイン、セカンドダウンの攻撃、ファーストダウン更新まで残り7ヤード。大阪ガスセカンドダウン6、失礼、セカンドダウン7に訂正します。さあ、今度は中央エンドランプレーです。今度はキャリア28番でしょうか、ボールを託しまして密集点に飛び込ませました。体をねじるように中に入りまして、約5ヤードのゲイン、6ヤードのゲインとしています。ファーストダウン更新まで残り1ヤード、大阪ガススカンクスの攻撃、サードダウン。大阪ガスサードダウン残り1ヤード。これは愛知ナイスディフェンス。今度は中央突破を同じくランプレーで行おうとしましたが、ここで愛知44番見事に対応しまして、1ヤード押し返しフォースダウンに変えます。素晴らしい対応をしましたのは愛知ゴールデンウィングス44番の深夜でした。京都府立大学出身です。大阪ガスフォースダウン2、プレーします。フォースダウンギャンブル。どうか、攻撃権更新、ファースト。ここで大阪ガスはパスで突破しました。左に展開した11番にフレアパス、そこからキャッチアンドランを図って11番相手ディフェンス殺到する中、これをかいくぐり、見事攻撃権更新です。大阪ガスファースト、見事攻撃権更新果たしたのは11番の平田でした。京都産業大学出身のプレイヤーです。さあ、大阪ガス相手に31ヤードからのファーストダウン10。パス不成功。ここで外に振ると見せ、縦に上がる21番にロングパスを投じました。ディフェンスの裏をつかんというそのワンプレーでしたが、しかしこれは通らず不成功、セカンドダウンに変わります。大阪ガスセカンドダウン10、ボールオン相手陣31ヤード。クォーターバック4番下がりまして、ターゲットを探しましたが、しかしプレッシャーから左にスクランブルしました。これが判断よく約4ヤードのゲインとなっております。しかしここでファールマーカー、反則が発生している模様です。ここでしかしイエローフラッグが投じられております。反則が発生しています。ホールディング大阪ガススカンクス58番、プレミアスポットから10ヤード下がってセカンドダウンのままです。
大阪ガスにホールディングの反則がありました。相手選手を掴んでいた模様です。ボールを持っているチームは相手選手を握ったり掴んだりしてはいけません。プレー開始地点から10ヤード下がりましてセカンドダウンをやり直しという形に変わります。従いまして大阪ガス自陣41ヤードからセカンドアントエリー、インターセプト、ターンオーバー。ここでパスプレーに行きました大阪ガス。しかしそのパスを取りましたのは愛知ゴールデンウィングス3番。インターセプトにより攻撃ダッシュ、攻守交代です。ターンオーバー。攻撃権は愛知ゴールデンウィングスに移ります。見事インターセプト果たしたのは3番の佐川でした。愛知大学出身のプレイヤーです。大阪ガススタックス自陣32ヤード地点より、さあ1自陣32ヤードからのファーストアンテン、自陣32ヤード地点よりファーストダウン。まず外へパスで振りました。ワイドレシーバー8番、右に展開していた11番にパス、そこからのキャッチアンドランを展開しました。ゲインは約3ヤードとなっています。ディフェンス集まるタフな状況を見事キャッチしましたのは18番の神立でした。岡山大学出身のプレイヤーです。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン7、成功。ピッケーファースト。ここでクォーターバック8番、奥に走った18番にパス、これを18番見事にキャッチし、そこから一気に独走、一気に相手陣12ヤードに攻め上がるビッグプレー決めまして攻撃権更新です。愛知ゴールデンウィングスファースト、見事なパスを通したのはクォーターバック8番の中野、立命館大学出身。それを取りましたのはワイドレシーバー18番の神田、岡山大学出身のプレイヤーです。さあ相手陣12ヤードから愛知ゴールデンウィングスファーストアンテン。さあここで巨漢バック47番にハンドオフしまして中央突破を図りました。そこから右奥に47番展開しまして1ヤードゲインを図れた模様です。キャリア47番は神戸南山大学出身。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン9、エンドゾーンまで11ヤード。パス成功。クォーターバック、今度は中央切り込んだワイドレシーバー1番にパス、1番これをキャッチしましてタックル受けながら約7ヤードのゲインを獲得しています。パスキャッチしましたのは1番の勝本でした。関西学院大学出身、長年チームを支えるエースターゲットです。愛知ゴールデンウィングスサドン2、ここでホイッスル。愛知ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。タイムアウトは前半両チームともに3回ずつ要求することで、タイムアウトは双方ともに前半後半 3回用意されています。愛知はここで1回目を行使しました。
タイムアウト解けまして、愛知ゴールデンウィングスサードダウン。さあ試合再開です。愛知ゴールデンウィングスサードの残り2ヤード。さあ密集点ランプレー、プレーの判定どうか。ファースト攻撃権更新ファースト、この2ヤード30番見事に突破いたしまして、オフェンスラインともどもなだれ込み攻撃権更新です。愛知ゴールデンウィングスファースト、見事攻撃権更新を獲得しましたのは30番の近藤でした。愛知大学出身のチームキャプテンです。さあファーストゴールで入ります。エンドゾーンまで残り2ヤード。さあ中央のプレー、わずかに届いていない。愛知ゴールデンウィングスランプレーを試みましたが、これはエンドゾーンに至らずセカンドダウン、セカンドダウンに変わります。ランプレーしましたのは30番近藤選手。エンドゾーンまで残り1ヤード。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン2ゴール。エンドゾーンまで残り1ヤード、愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン。これは大阪ガス止めます。愛知ゴールデンウィングス27番ランニングバック高橋ひろ、今度は27番がハンドオフから中央突破展開しようとしましたが、タックルしました。これを43番見事にチャージしまして阻止しております。末松光一選手、これによりチャージかけたは43番の西野でした。大手門学院大学出身。エンドゾーンまで残り1ヤード。さあ愛知サーダン2ゴー。エンドゾーンまで残り2ヤード。愛知このゴール前シチュエーション、ワイルドキャットフォーメーションで挑んでいます。さあどうか、タッチアウト。ここでワイルドキャット入った30番、そこから自らキープ、左オフタップル付近飛び込みまして、見事エンドゾーンタッチアウト。愛知ゴールデンウィングス、愛知ここでタッチダウン取り返しまして6点獲得しております。そしてトライ4ポイントに入ります。このキック決まりますと同点となります。キック成功、1点追加。大阪スカンクス0点、失礼しました、7点。愛知ゴールデンウィングス7点、同点となりました。1点を追加。第2クォーター、トライマルスコア大阪が。愛知このゴール前シチュエーション、ワイルドキャッチフォーメーションを採用し、ランニングバックが30番がクォーターバックとしてそのまま取り組み、一気にエンドゾーン入り込んで同点に追いついております。見事それを決めましたのは30番の近藤でした。愛知大学出身のプレイヤーです。さあこれで試合は振り出しに戻りました。愛知ゴールデンウィングスのキックオフで試合再開となります。11番リターンに入ります。ナイスリターン。キャッチした地点から左サイドラインが駆け上がり、このコースが早走自陣40ヤード付近からの攻撃を得ます。まずリターンで勢いをつけましたのは11番の平田です。京都産業大学出身のプレイヤーです。さあ追いつかれました大阪ガス、しかしここからさらに
攻撃でその状況を覆さんとしていきます。ボールオン自陣39ヤードにセットされました。この位置から大阪ガスファーストダウン10。さあまずランプレー入りました。キャリア28番ハンドオフから右オープン展開図りましたが、愛知も踏ん張りまして2ヤードのゲインでとどめております。大阪ガスキャリアは28番の北澤でした。鳥取大学出身のプレイヤーです。タックルしたのは愛知ゴールデンウィングス51番ラインバッター小川浩二選手。大阪ガスセカンドダウン8。大阪ガス2ヤードのセカンドダウン残り8ヤード。前が空いている。さらに行くビッケーファーストー。ここで選択者のランプレーハンドオフから36番、34番一気独走。相手ディフェンス村上の中、相手陣25ヤード付近まで攻め上がりまして、この位置からの攻撃です。愛知ゴールデンウィングス、失礼しました、大阪スカンクスファースター。勝者にあるタイムアウト。素晴らしいランを決めましたのは大阪ガス34番の辰馬でした。大阪体育大学出身のプレイヤーです。大阪ガススカンクス敵陣27ヤード地点よりファーストダウン。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトは入っています。試合再開です。大阪ガス相手陣26ヤードからのファーストアンテン。さあまずランプレーを入れました。クォーターバックラニバク23番にハンドオフしまして23番左オープンに展開。ディフェンス裏がりましたが、しかし約4ヤードのゲインとなっています。大阪ガスの23番は松本です。日本体育大学出身。大阪ガスセカンドダウン6。これはナイスディフェンス。ここで大阪ガスクォーターバック10番ハンドオフから自らフェイクしてキープを展開しようとしましたが、これを愛知逃さずディフェンス陣が裏返ります。さまざまな選手集まり、最終6番と38番囲みましてこのプレーを阻止、約10ヤード近いロスに変えています。6番倉地優斗選手。見事に対応しましたのは6番のクラチ、中京大学出身のプレイヤーです。ここで2ミニッツウォーニングに入ります。今季より日本国内のアメリカンフットボールはその準拠します米国カレッジルール NCAA ルールの変更によりまして、前後半の残り2分の段階でタイムアウトが入ります。2ミニッツウォーニング採用になっています。これによりましてアメリカンフットボールは得点を奪う戦いに加え、さらに時間を使うその駆け引きが入ります戦いに変わります。
大阪ガススカンクスの攻撃。サードダウン。さあ試合再開、大阪ガスサードアンドロー。不成功。ここでコーナーバック一気に奥に走り込んだ22番にパス。ディフェンスの競り合いに勝負に行きましたが、しかしこのパスはキャッチできず、パス不成功でフォースダウンに変わります。大阪ガススカンクス敵陣35ヤード地点よりフォースダウン。ファーストダウン更新まで残り19ヤード。大阪ガス前半1回目のタイムアウトを取りました。前半1回目のタイムアウトとなります。第2クォーター、ただいまのスコア、大阪ガススタンクス7点、愛知ゴールデンウィングス7点。第2クォーター残り1分51秒。大阪ガスフォースダウンロングでギャンブルいきます。パス不成功。パスインコンプリート。このパスによって攻撃権更新を図りましたが、パス不成功。4回目の攻撃失敗ですので、ここで攻守交代、テイクオーバー。攻撃権愛知ゴールデンウィングスに移ります。愛知ゴールデンウィングスファーストダウン10。さあランプレーを入れます。キャリア27番密集点にランプレーを入れまして、1ヤードゲインとなっています。27番は高橋です。東京工業大学出身。第一セカンドダウン内、オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、遅延行為です。遅延、制限時間内にプレーを始めませんでした。オフェンスには制限時間があります。この時間内にプレーをしなければ5ヤード罰退となり、攻撃を繰り返す形になります。従いまして愛知ゴールデンウィングス状況セカンドダウン14に変わります。これにより愛知ゴールデンウィングスに5ヤードの罰退、セカンドダウン。反則で10秒の減算はいたしません。
試合再開です。愛知セカンドダウン14、中央段プレーを展開しました。密集点に35番飛び込みまして約7ヤードのゲインとしています。10ヤードのゲイン、愛知ゴールデンウィングスサードダウン、ファーストダウン更新まで残り5ヤード。愛知ゴールデンウィングスサードダウン5に状況変わっております。さあランプレー投入しましたが、これは食い止められております。前半終了です。ここで前半終了となりました。前半終了です。大阪ガススカンクス7点、前半終えまして大阪ガススカンクス7点、愛知ゴールデンウィングス7点、両者同点の状態で前半終了となりました。さあこの第3節の両雄の一戦は現在五分の状況になっております。作戦タイムに入りますこのハーフタイムで突破口を双方見出すことができるでしょうか。この幕開の時を配信のインターバルとさせていただきます。